兄者の消息が分かり次第、拙者はそこへ馳せ参じる。それでもよければ降伏いたす。관우는결국조조에게항복했습니다그리고조조는관우의마음을자기에게로돌리기위해온갖정성을다하기시작합니다大好きな関羽殿の気を引こうと必死漁夫が乗ってた名馬関とそれにヒゲを入れる錦の袋まで贈呈したときたけど関羽殿は曹操様の配下にはならない曹操様でも報われないことってあるんですね関羽よそろそろわしの配下になる決心はついたか拙者の主は劉玄徳ただ一人それは曹操殿もご存知のはずいくら厚遇してもお主の答えは変わらぬな望みは何だ劉玄徳の居場所そうか劉備の居場所が分かればすぐに出立するそういう話だったなただ曹操殿には命を救ってもらった恩があり申すその恩を乳母きにてお返ししてから旅立つ所存조조가아무리애를써도관우는흔들리지않고유비에게돌아가려했으며우선조조에게은혜를갚기위해관도전에출진하게됩니다관우요소소도노노나산토스루미치와리そこには確かに大義があろう。しかし、この関雲長の義は、道ではなく、道を行く人と共にある。あくまで人の生を行くか。共に歩むと誓った兄弟たちとの絆のため、曹操殿のご公儀には、関との戦で報いさせていただく。我が理に収まらぬのも大気ゆえか、ままならぬものよ。그리고관우는관도전투에서안양을베는큰활약을하게되는데요다만관도전투에서승리를결정지은부분이원소의식량창고를불태우는부분이라그런지안양을베는부분은보통간략하게등장합니다아야안양의원소이야이것도은혜를갖고자하는일이다용서해라아야목을받으마문처목을받으마적장의목을다시뱉노라이럴수가내가너따위에게당하다니자신의용맹함에방심하였는가적장알려관원장이쓰러뜨렸다아니사노옹와가여의바대가에소서간료を打ち取ったか見事なり関羽さすがだな関羽文集を打ち倒すと関雲長これにあり顔料文集出会え天下に轟くこの顔料文集の武勇知らぬわけではあるまい勝利は炎章様にありと見劉備のつてで寝返りに来たか顔料文集その首曹操殿の恩義への返礼にいただくカンフ殿なんだ貴様ガンリョウに勝てると思ってか王将ガンリョウこの首頂戴いたす이렇게안양과문추를처치한관우는이정도면은혜는충분히갚았다여겼고그뒤
유비의 소식을 알게 됩니다. 저건 관우가 아닌가? 형님이 아닌가? 형님과 싸울 수 없지. 퇴각한다! 어? 저것은? 나의 의예검. 주인을 잃지 않아도 되겠군. 무사히 살아계셨군요. 형님! ようやく見つけましたぜ、親分。まさか教師匠にいるだなんて。そなたは、お、お忘れですかい。お、ほら、親分たちにご天板に乗されたもと公金の周僧ですよ。公金、お、老僧尊をおりぬして、拙者に何用だ。雪辱戦ならばいつでも受けようぞ。 いや、違います。俺は親分に頼みがあって、ずっと探してたんです。あの時の親分の強さ、威厳、所作、全てに痺れましたぜ。お願いします。俺を公文にしてください。ふん、それは良いのだが、見ての通り、今の拙者は居候の身。 なんとか兄者の消息を知り、その元へ帰らねばならぬ。兄者？ああ、劉備殿のことですかい。それなら炎章のところにいるのを見かけましたぜ。なんと、それは誠か。お兄者、やはり生きておられたか。こうしてはいられぬ。今すぐここを去り、兄者の元へと戻らねば。 いいんですかい。曹操に挨拶しなくても。もとより、兄者の消息が分かり次第、曹操殿のもとを離れることは約定してある。だが、お主の言う通り、何もせずに立ち去るというのは不義というもの。帰参する道すがら、炎章軍の将を拙者が斬る。 それをご恩返しといたそう。周宗、お主は先に兄者のもとへ行き、拙者が帰参するむね報告せよ。親分からの初めてのメですね。合点でぞ。兄者、関雲長、ただいま兄者のもとへ戻ります。이것이 관우 천리행의 시작이었습니다.